粉ってほとんどが水分なんですね。なので持った時にカスカスよりかはしっかりどっしりと重たくて、こう表面が乾燥しているよりかはツヤっとしているような、少し色っぽい色気のあるようなキノコを選ぶのが成功する方法だと思います。こう持った時にずっしり重い。あとこのマッシュルームですねは、こう表面がこうザラザラとしているものや、こう傘がしっかりと閉じていて、こう余計な水分が抜けてないというか、美味しい水分をしっかり持ったもの、これは要するにですね、鮮度がいいっていう表れだと思うんですね。やはり取ってから時間が経ってくると水分ってどんどん飛んでいって、軽くなってきます、重さも軽くなってきますし、表面も乾燥してきてしまうんですけども、しっかりこうツヤがあって、こうみずみずしいものがいいキノコだと思います。やはり秋にですね、たくさん出てくるキノコは、秋に例えば夏で疲れた体をですね、こう栄養の面から補うっていうものをたくさん持ってると私は思うので、秋に出てくるキノコを食べることによって、ミネラルや夏に失ったこう食物繊維や、こう体に必要な要素をたくさんキノコは含んでいると思います。なので季節に、旬にその季節のものを食べて元気になる、夏でちょっと疲れた体をに必要な栄養素をたくさん持っている食材だと思います。夏にですね、お野菜をいっぱい、夏のお野菜ですね、きゅうりとかナスとか、そういった水分をたくさん持っているものを、水分が失われやすい夏に摂ること、そのちょっと疲れ気味な体をですね、元気にさせるために、秋にはまたこう栗とかさつまいもとか根菜、繊維質のある食物繊維がたくさん取れるような食材がたくさん出てきて、で水分をたくさん取れるこうキノコとか栄養素をたくさん持った食材が、やはり旬それぞれに出てくる、それが日本の四季の良さだと思っています。そういう季節に出てくるものを体が取ることによって、より元気になるっていう、そういう季節のものがこう移り変わっていく、旬のものを食べるっていうのは、そういう意味では本当に理にかなっていて、やはりこう季節を追う、今もうスーパーで一年中季節問わず食材って手に入るんですけれども、今やっぱり秋だからキノコ食べようっていう気持ちになるのは、キノコが持ってる栄養素をなんか本能的に体が求めてるからなんじゃないかなと思っています。